そこに見えるのがラスタリア。リチャード、お前はラムダが何をしようとしているか分かっているのか。当然だろう。ラムダの意志は僕の意志、ラムダの希望は僕の希望だ。もうすぐ僕たちはこの世界そのものになる。僕たちの理想そのものに。こんな汚れた世界、僕たちに優しくない世界など作り変えてしまえばいいんだ。お前の言う理想の世界とはどんなところだ。こんなことをして実現するものなのか。僕たちが世界そのものになれば、醜い争いの元凶を地上から消し去ることができる。争いの元凶、それは人間の存在だ。人は己の欲のために際限なく争いを起こす。人は存在していること自体が罪であり間違いなんだ。違うか。人間を滅ぼすことで争いをなくす。そうしたらお前はどうなるんだ。たった一人になってそれからどうするって言うんだ。そんなやり方で争いの元を絶とうなんて間違ってる。故郷を追われた時、お前は俺に手を差し伸べてくれたな。それが俺にはとても嬉しかった。リチャード、お前ならこんなことをしなくてもその優しさで争いをなくせるはずだ。黙れ。ものすごい気が発散している。これはエレスの力か。これで分かっただろう。今の我いかに圧倒的な存在であるか。君たちにはもう僕たちを止めることはできない。なぜなら君たちは我の手によってここで死ぬのだから。必ず生き残る。この名を持つ癒しの
とラムダの融合が進みすぎたせいで分離ができない状態なのかもしれない。なんだって？アスベル、君なら僕を止めてくれると思ったよ。僕は裏切られるくらいなら誰とも関わりたくない。いや、いっそのこと誰もいなくなってしまえばいい。みんな消えてなくなればいい。そう思う一方で誰かに救ってほしい、分かってほしいと思っていた。君と争いながらも君に助けてほしいと願うなんて。お前は俺の友達だ。どんなに争っても俺はお前を見捨てない。見捨てられるもんか。アスベル、君はこんな僕をまだ友と呼ぶのか。ありがとう、アスベル。だが僕は気づくのが少し遅かったようだ。遅いんだ、何もかも遅かったんだよ。僕はもうラムダの気持ちと自分の気持ち、どっちが自分の気持ちか分からなくなってきているんだ。このままでは君たちの命を奪うことになってしまう。だから今のうちにとどめを刺すんだ。早く。リチャード、諦めるな。そうはさせない。この声、もしやラムダか。アスベル、僕がラムダの意識を抑える。早くとどめを。アスベル、早く。リチャード、繰り返すのはおしまいにするんだ。我と共に消えるというのか。生きる権利を自ら放棄するというのか。
ありえん。我々を苦しめた存在のために消えるなどありえん。消えるのならば一人で消えよ。生きる意志のない者に用はない。リチャード、アスレル、危ない。アスレル、ラムダ。ラムダなのか。リチャードの体から離れて今まで取り込んだエレスと融合している。あれを倒せば全てが終わるんだ。全てが終わる。我を倒した次は何と争う。争う相手が見つからねば自ら作り出すか。人間はいつもそうだ。存在していくために他を犠牲にし続ける。その必要のないものまで争いに巻き込み悪として滅ぼす。それがいかに無知でおごった考えか分かろうともしない。死をもってその罪を償うがいい。進行は最後だ。
ラテンの復興におののけるしない。これでラスタリアは元に戻る。バルキネス・クリアスにも再びエレスが行き渡るようになる。世界は元通りになるんだな。ラムダの光が弱まって何にも寄生しない状態でいればこのまま消えるのかな。ダメ、消えない。この状態になってもラムダは長い眠りを経た後再び力を取り戻す。そんな、せっかくここまで来たのにどうにかならないの？ソフィ、お前まさかその光ごと一緒に消える気じゃ。みんな今までありがとう。みんなといられて私はとても幸せだった。私はみんなと、みんなの未来を守りたい。みんなの住むこの星を守りたい。だから。待てよ、お前は俺と約束したことを忘れたのか。今の私が消えてもみんなの中にずっと私のかけらが残ってる。それじゃ消えちゃうのと同じじゃない。前に私を分けてみんなの命をつないだ時と同じ。今度はもうみんなに会うことはできないけど、それでもずっと一緒にいられるから。言っただろ、俺は絶対お前を消させないと。アスベル、リサ、アスベル、アスベル、来るな。アスベルの体が、アスベルが、アスベルが。大丈夫だ、俺は乗っ取られたりしない。ただ生きたいだけなのか。
それを確かめる。ここはどこだ。お前でもなく我でもない、我とお前が共有する領域。この声は我はお前をこの領域から排除して、お前の領域を圧迫する。そして最終的にお前の肉体を我が支配下に置く。器を提供してくれた霊だ。我が意識の底でこの世界が我と一つになるのを見届けよ。この世界が我と融合し、この世界そのものになることで我はようやく完全になれる。完全だと？そうだ。もう決して何にも脅かされない。追われ続けた我はそれによりようやく安息を得るのだ。もう誰にも邪魔はさせん。なんだ今の声は。アスベル。リチャード陛下、まだ動いてはダメです。アスベルはラムダに寄生されてしまったのか。なんかね、さっきから声がするの。一人はアスベルなんだけど、もう一人は多分ラムダか。ソフィーの力を通じて声が聞こえてくるのかな。ラムダ、アスベルの精神を乗っ取るつもりなのか。ラムダは僕の自らの境遇を呪う気持ちと強く同調していた。それを僕は分かり合えていると錯覚してしまった。だから僕たちは本当の意味で助け合うことはできなかったんだと思う。だけどアスベルなら。アスベル、あの時俺たちが見たのはやはりお前の心だったのか。他者の不幸な過去はさぞ楽しかったことだろう。満足したか。そんなわけないだろう。満足なんてできるわけがない。お前の過去は確かに悲しみに彩られていたけれど、それは理由になんてならないはずだ。だから自分は乗り越えられた。だからお前も乗り越えられるはず。そう言いたいのか。人間は強欲で残忍な生き物だな。その上傲慢だ。理解するふりをして他を見下しているお前も同じだ。お前の考えなど読めている。どんな御託を並べようと無駄だ。読めているか。だったらその読みはまだまだ甘いな。俺がいつ一人で乗り切れると言った。誰しも一人では乗り越えられないことがあるけど、手を取り合い協力し合えば何だってやれる。俺はそう思っている。協力？その言葉で騙されるのは愚かな人間という存在だけだ。
そうだな。確かに人間はどうしようもない生き物だ。もちろん俺もそんなどうしようもない人間の一人さ。だがお前は知っているはずだ。人間は決してそれだけじゃないと。誤解から悲劇が生まれ、その悲劇がさらに大きな悲劇を生んだ。お前がこの世に生まれてやりたかったことは、そういう悲劇の連鎖なのか。悲劇の始まりにはいつもお前の悲しみがあった。そしてその悲しみから生まれた行動の結果もお前をさらに孤独にするだけだった。お前を育てたコーネルさんは悲しませるためにお前を育てたんじゃないはずだ。コーネルは我に生きよと言った。人ではない我、人の形を持たない我に。生きるとは何かなんて俺には簡単に答えられない。だがこれだけはわかる。お前を育てたコーネルさんはお前にこの世界をもっと見せたかったんじゃないか。生きて生きてこの世界を知ってほしかったんだ。しかしお前は生きることで悲しみだけを知ってしまった。だけど世界には素晴らしいこともたくさんある。コーネルさんがお前に見せようとしていたのはそういう世界だったはずなんだ。コーネルが見せようとした世界。なあラムダ、この世界をもう一度見てみないか。俺の中に入ったまま一緒に生きることでだ。我はお前を侵食する。お前の領域は次第に薄れていくだろう。俺はお前に乗っ取られたりしない。不可能だ。人の身で抗いきれるものではない。やってみなくちゃわからない。俺がお前に乗っ取られてしまうかどうか、それも含めてお前は見ていればいい。お前はそれでいいのか。我を消せば全てが終わるもの。なぜお前を消すとなるとソフィーも一緒に消えてしまうからな。それに人間にも可能性があるんだってことをお前に見せなきゃ気が済まない。この世界を終わらせようとしたことがいかにとんでもないか、それも分からせてやる。いいかラムダ、お前は何も分かってないんだ。さあ手を取れ。断ると言ったら。俺がお前の手を取るだけだ。どちらが先かなんて関係ない。手はつなぐことに意味があるんだから。あくまで我と共に生きるつもりか。油断しているとお前の脆弱な自我など簡単に乗っ取ってしまうぞ。そう簡単に乗っ取られたりしないよ。こっちも本気でやらせてもらうさ。これからはお前と我と二人だけの戦いになるということか。ああそういうことだな。俺は望むところだ。少し長く話しすぎたようだ。それとももう限界が近いのか。アスベル、我は少し眠らせてもらうぞ。ラムダ。ラムダの光が小さくなっていく。まさか消えるつもりなのか。ラムダ消えるな。この世界にはお前の知らない素晴らしいことがまだまだあるんだ。
消えることで全てを終わらせようなんて間違ってる。お前は知るべきだ。知らなければいけないんだ。ラムダ、生きるんだ。あれ、何も聞こえなくなっちゃった。ラムダは消えたのか。アスベル、アスベル、アスベル、いいか。みんな、アスベル、アスベル、よかった。アスベル、アスベル、大丈夫？アスベルとラムダが話してるの、私たちにも聞こえてたよ。ラムダは消えちゃったの。ソフィー、何を？違う。今までみたいな反応じゃないの。それじゃあ、ラムダは消えたの？これは、それとは違う気がする。このラムダは、消せない。消す必要がないラムダ。どういうことなのだろうな。ラムダは眠ると言っていた。少し眠らせてもらうと。じゃあもうソフィーが自分を犠牲にする必要はなくなったってこと？あ、帰るべき場所へ。ええ、ああ、うん、ああ、うん。ラムダ、よく見ていろよ、俺たちのこれからを。一般は直ちに援護に当たれ。陛下、来ます。陛下。シェリアさん、どうしてここに？フェンデルに向かう途中、話を聞いたんです。陛下、お怪我を治療します。こちらへ。僕のことは後で、他の者を先に治療してあげてください。リチャード陛下、大丈夫ですか？今治療しますからね。僕は自分の責任に向かい合わなければならない。僕にとっては全てがこれからだ。立ち止まっていられない。よし、他にいないか、この一帯を調べてみよう。
見ていてくれ、みんな。パスカル姉様、ここにこもられてもう1週間ですよ。やっぱりこうするしかないか。やっぱりこのバルティネス・クリアスは出力を無理に上げちゃいけないんだよね。では利用はやはり難しいですか。安定して出せる出力だとこれが精一杯なの。お湯の熱と蒸気を利用して機械を動かす仕組みも考えたんだけど、満足に動かすためにはもっと出力上げて沸かさないといけないんだよ。お姉ちゃん、またバルキネスクリアスの研究？まあね。ちゃんとお風呂入ってるの？入ったよ、一週間前に。こら、パスカル！うわ、なになに？お風呂くらいちゃんと入りなさい。女の子でしょ？いや、女じゃなくてもいくらなんでも不潔すぎよ。夢中になって忘れてた。ま、これが終わったら入るよ。どうしてそう、あんたはお風呂嫌いなの？嫌いっていうか、入りたい時に限ってお風呂沸いてないんだもん。じゃあいつでも沸いてたらちゃんと入るわけ？いつでも沸いてる、それだ！お姉ちゃんすごいよ、それだよそれ。バルキネスクリアスで沸かしたお湯にみんながいつでも入れるような、てかこのお湯をお風呂だけでなく暖房にも使えるように、みんなの家まで引いていく仕組みを作れば。よし、設計図はこんな感じかな。あとは実際に作ってみよう。あ、お姉ちゃん、そんなわけでお風呂はまだ当分先に。このおバカ！今すぐお風呂に入りなさいって言ってるのよ。助けて、どうぞ。パスカル姉様、観念した方がいいですよ。こら、待ちなさい。待たないとこのお湯につけちゃうわよ。マリク教官、お疲れ様です。ヒューバート、マリク教官が来てくれたおかげで有意義な会議になりました。俺はただフェンデルの代表として現状を伝えたまでだ。しかしパスカルさんの発想には驚きました。フェンデルの全庫に温水を引き暖房として活用する、地味なようですが人々の暮らしに密着したいい考えだと思います。実際の工事の指揮に教官が当たるんですね。ああ、危険地帯の工事も含まれるからな。フェンデルは以前と比べて開放的になり明らかに活気に満ちてきた。依然として様々な問題は抱えているが物事がいい方へ向かっているのは確かだ。これから始まるんですね、新しい歴史が。ああ、アスベル、遅い。すまないソフィー、手が離せなくて。おい、そんなに睨むなよ、それほどは遅れてないだろ。
違う、足元。足元、あ、花踏んじゃダメ。すまない、つい。でもこんなにあるんだ、一本くらい。ダメ。ごめん。一本だけでもダメなの。そうだな、俺が悪かった。十分気をつけるよ。さてと、風花はどうなってる？もうすぐ。クロソフィー、さっきから光り始めてるの。いよいよだな。しかしこの花壇も立派になったよな。もう植えるところがないんじゃないか。アスベルの家だけじゃなくて他にもたくさん植えたい。おいおい、このままじゃいずれ世界はソフィーの花だらけになるぞ。あのね、アスベル、私夢を見たの。大きくなった風花に乗ってどこかの花畑に飛んで行って眠っていたの。それでね、目が覚めたら大人になっていたんだよ。ソフィーが大人に？いつかなれるかな。ああ、きっとなれるさ。なあクロソフィー、お前もそう思うだろ？あ、クロソフィーが。光が消える。そんな。クロソフィー、頼む。見て、クロソフィーが。ソフィーの風花、どこに行くのかな。もしかすると世界中に飛んでいくんじゃないか。世界中に。
人の男の子が迷子の種を拾いました。男の子は自分の庭に植えて毎日世話をしました。すると迷子の種は小さい可愛い花を咲かせたの。その後種はどうなったと思う？今度はお星様になってみんなを見守ってるの。自分も見守ってもらった分のお返しなんだって。どのお星様かって？それはね、みんなが一番よく知ってる一番大好きなお星様だよ。